こんにちは、仏壇ごと .com の高橋です。この沖縄仏壇ごと .com とは、沖縄の仏壇の考え方、ひぬかん、また行事ごとのやり方などを明日から使えるように分かりやすく解説しています。やらなきゃいけないという時、すぐに見返せるように、ぜひチャンネル登録をお願いします。今日も最後まで見ていただけると嬉しいです。ということで、今日はちょっといつもとは変わった感じでエンディングノートが書きたいっていう実は相談がすごく多くて、エンディングノートってどういうものなのっていうのと、おすすめのエンディングノートあるのって聞かれたりとか、今実は個別で連絡があった人には、送料とそのエンディングノート代をいただいて郵送でお送りさせていただいて、今後ちょっとこのエンディングノートの書き方とかっていうのをまた動画で紹介しようかなと思っているので、もしエンディングノートお手持ちのものがあるんだったら、お手持ちのものでその動画を見ていただければいいかなと思うんですけど、今から買うよっていう人はおすすめのものありますので、ぜひ今から紹介しますので参考にしていっていただけたらいいかなと思います。で、皆さんエンディングノートっていうと何かって言ったら、墓のこととか、墓のこと、葬儀のことみたいなイメージ、なんか遺言みたいな、でも厳密に言うと遺言ではないんですよね。遺言ではないので、公的な書類ではないです。法律的に何っていうものではなくて、どっちかっていうと、エンディングノートって私がどうやって思ってるかって言ったら、残った家族への、なんていうのかな、指示書じゃないけど、指示書、思い、みたいな感じかな。で、残った家族から言ったら、エンディングノートはどういうことかって言ったら、困った時に見るもの。困った時に見る。で、これがどういうことかっていうのが、ちょっと今説明したいと思うんですけど、私が今おすすめしているエンディングノートは2つあります。沖縄版の就活ノート、沖縄県メモリアル整備協会さんが作っている就活ノートと、就活カウンセラー協会が作っているマイウェイっていうエンディングノートと2冊を、私は自分のこの就活の講座とかでは使ってます。なので、どっちがいいかっていうのは、まあ、個別で、連絡もらえれば、後で振り込みしていただいて、OK なのでお送りさせていただくので、またコメントとか LINE とかで連絡をいただければと思います。で、ざざっと説明すると、この、メモリアル整備協会さんはこちら、メモリアル整備協会さんの就活ノートに関しては、沖縄で喜び、日記、長寿を楽しむっていう、要は、メモリアル整備協会さんってお墓を売っていたりとか永代供養してたりとかっていうところなんですけど、そこが作ったエンディングノートは沖縄の結構トゥシビーの思い出とかですね、これは県外にはトゥシビーっていう考え方はないので、そういうのだったりとか、デーゴの花を描いたら塗っていこうねとかっていうふうに、どういうことが書いてあるかって言ったら、基本情報、もちろん生年月日、名前の意味はとか、いろいろ特技とかですね、書いてあります。で、家族の情報、お父さんの名前はとか、思い出はとかって自分の家族の紹介を書きますね。で、今までの人生を振り返ってみようっていうのがあって、よく行ってた場所はとか、小学校の時は、中学校の時はとかっていうのがあります。で、あと思い出の場所、行ったところ、行きたいところ。で、日本国内印象に残った場所、海外とかですね。こういうページがバババッと広がってます。で、できたこと、できなかったこと。で、沖縄で長寿を迎えるためにはこういうことが必要だよって言って書いてあって、定年後の8万時間を楽しむにはどうしたらいいかとか、これから取り組む10の習慣とかですね、これからのライフプランを書こうとかですね、で、将来の収支計画、いくらぐらいお金が必要だよっていうのを計算するとかですね、で、あとは、心身が不自由になった時、今誰と一緒に住んでますかとか、自伝指示書はありますかとか、遺言書はありますかとか、これまでかかった病気とか、自分でやることとか、お願いすることとか、財産を任せられる人はいるのいないのとか、借金いくらとか、貯金いくらとか、で、自分ですることはこれですよとか、お願いすることは口座や契約してるものの解約とか、例えば、配達で、3A で配達してるけど、あれ解約してほしいとかですね、こういうのも全部こっちに書いておけばいいと思います。で、あと、生前の身辺整理。普段から物の整理してますかとか、両親から引き継いだものはとか、どこにあるとか、ペットはとかっていうのを、こっち、片身分けは品物誰に託すよとかっていうのを書いてあります。で、葬儀について。その時を迎えた時は一回お家に帰りたいよとか、直接葬式会場に向かってもいいよとか、と葬儀者決めてるね、どんな葬儀にしたいとか、ここが一般的なエンディングノートのイメージだと思うんですよ。お墓についてとかですね。
で、多様化するお墓の、お墓事情とかっていうのも書いてあったりとかってしてて、それから、お願いする人の連絡先、もしもの時の連絡先とかですね、大切な人たちに思いを伝える両親とか、兄弟とか、夫とか妻とかへの思いとか、子供たちへの思いとかっていうのを書く欄があって、で、最後のページっていうのがあって、これでエンディングの音なんですね。で、もう一冊の方っていうのは、マイウェイって言って、後で比較してどっち、どういうポイントがあるかっていうのを話します。で、このマイウェイっていうのは、就活カウンセラー協会が出してるものです。で、私は若い人にはこっちを勧めてます。で、どれぐらいか若い人って言ったら、だいたい60代、70代ぐらいまでこっちでいいんじゃないかな。あと、書くのが好きな人はこっちがいいと思います。で、書くのがあんまり苦手だったりとか、本人書く気がないっていうのをヒアリングするんだったら、こっち側の就活ノートの方がいいかなって思ってます。で、まあ、だいたい中身っていうのはあんまり変わらないんですね。私についてとか、人生の棚卸し、お父さんとの思い出とか、名前の由来とかですね。で、あと、生まれてからどういうことがあったよとか。で、ここのポイントは、今までの人生を漢字一文字で表すとどうだったとかですね。あと、日本、どこ行きたいとかですね。で、まあ、体について、身体について、介護が必要となった時はどこで面倒を見てほしいの、誰に見てほしいの、認知症や要介護が進んだ時はどうするのとかっていうふうに、病気の告知とか延命治療はどうするのとか。で、不動産は、財産は、有価証券はっていうページが広がっていて、保険、年金、その他財産。これ、さっきの就活のというか、細かいですね。で、自分のお葬式についてはどうする、遺影写真はどうするとか、自分のお墓はどうする、あるねとか。あと、友人の連絡先とかですね、亡くなった時に誰に連絡するとかですね。で、あと、大切なあなた、両親への思い、兄弟への思い、子供、配偶者への思い、で、あと、家族との思い出とかですね、我が家の5大ニュースとか、私の好きなもの、好きな食べ物とか好きな花とか。で、この好きな花とか好きな色とかで、葬儀のお花を決めたっていう人もいらっしゃいます。なので、ここって結構、何気ないようで参考になります。悩んだ時にこれ見たら一発で決まります。で、これからの人生でやりたいこと、会いたい人って言って、自分の未来の自分への後悔しないように、これから過ごしたい人生を漢字一文字で表すと、とか。で、あと、お気に入りの写真貼ってね、自分へのメッセージ書いといて、みたいなのがあって、エンディングノートって結構書くところっていっぱいあるんですけど、自分の名前とかもちろん書きやすいじゃないですか。だけど、それ以外のページってなかなか書きにくいよねっていう話があるので、ちょっと2回か3回ぐらいに分けて、このエンディングノートを一緒に書いていこうねっていうのをやろうかなと思ってます。で、いつぐらいからやろうかなと思ってる、ちょっと悩んで10月ぐらいからかなと思ってるんですけど、なので、まあ、随時、動画はね、何回も見ていただけるので、この、2冊に関しては、私の方で在庫も持ってるので、私も販売ができるので、もし必要だよっていう人は、連絡をいただければ、送料は100円です。で、こっち側、メモリアル整備協会側っていうのは、税込み800円。なので、送料込みでも900円ですね。1冊。で、こっち側の、就活カウンセラー協会のやつは、税別で1000円って書いてあるんですけど、うちではもう税込みで1000円で、送料100円。だからこっちは1100円。こっちは900円。みたいな感じで、販売をしてます。なので、欲しいよっていう人は、夫婦の分買う方もいらっしゃいますし、自分、旦那、お父さん、お母さん、お父さん、お母さんって6冊買う人もいます。で、いや、子供たちにも書いてほしいとかって言って、いくつぐらいからだいたいエンディングノート書いたらいいのとかって言われるんですけど、エンディングノートって書いて最後じゃないんですよ。で、例えば40代の私は書いた。だけど50代になったら考え方が変わったからちょっと書き換えたとかですね、新しく書き直したとかですね、何回も何回も書いていいものなので、いつからって言われたらもう字が書けるようになったらエンディングノート書いてもいいんじゃないって感じです。で、死ぬための準備するのっていう人もいるんですけど、死ぬための準備じゃなくて、生きるためのヒントです、これ。で、たまたま自分が生きるためのことをまとめていって、これを元にして、残った家族がもし、自分がもしもの時に残った家族がいるんだったら、この残った家族がこれを参考にして動けるっていうのが動きとしては見えるかなと。で、なぜ私がこれをやろうかって思ったかって言ったら、この間ちょっとね、うちのおばさんが、膵臓がんでちょっと入院してるよっていう話があったんですけど、その時に、困ったな、これってどうしたらいいのと思ったら、おばさんに2年前に書いてもらったエンディングノートがものすごく実は役に立ってるんですね。で、その時って病気じゃなかったから書こうって言いやすくて、私はこの就活カウンセラー協会で就活カウンセラーの資格取るときに、これ、
これを周りの人に書いてもらおうと思って書いてもらっていたんですけど、その自分の練習のためにですね、その時に資格取りたいから勉強したいからぜひ教えてって、やらせてちょうだいって言って書いたのが今役に立ってます。なので自分の親御さんがいるよとか兄弟がいるよとかっていう人もぜひエンディングノートは書いてていただきたいなって本当に思っているので、もし欲しいよっていう人がいたら連絡をもらえれば随時対応して送付するようにしますので、ぜひお気軽にご連絡ください。で、10月ぐらいからはこのエンディングノートを一緒に書いていこうね、これってこんな考え方でいいんじゃないとか、私だったらこんなって書くかなって、私も実際書いていきながらちょっとやっていこうかなって思うので、ぜひそれまでには書店でエンディングノート買っても OK なんですけど、書店のやつって結構分厚かったりとか書きづらかったりするので、私は実はあんまりおすすめしていないんですね。で、あっちこっちの、エンディングノート見たりとか、買ったりとか、なんか書いてみたりとかしたんですけど、私の中でトップ1、2です、これ。で、ちなみに私はどっち使ってるのって言われるんですけど、私はこっち使ってます。マイウェイの方を使ってます。で、うちの夫もこれです。で、おじさん、おばさん、自分の母とかっていうのも、おじさんもこっち、みんなこっちですね。で、マイウェイを使っているので、ぜひ、県外でも別に送料100円で全然大丈夫なので、一緒に書いていきたいよ、この機会にっていう方がいらっしゃったら、ぜひ、LINE アットの、ID を下に書いてあるはずなので、そこをクリックしたら、多分 LINE 登録できるはずなので、それでやってみてください。ということで、今日はエンディングノートが書きたいっていう人、墓のこと、葬儀のこと、遺言とか、ね、残った家族への指示書だよとか、思いだよとか、で、一緒に今後書いていこうねっていう人がいたら、お手元にエンディングノート準備しといてね。もしなかったら私のおすすめのものは、販売できるからねっていう、どっちかっていうと CM チックな案内かなって思ったんですけど、でも実際このエンディングノートの中に私たちも書くんですけど、先祖の誰々のことが調べられてないから調べてちょうだいとかですね、誰々の仏壇には必ず手を合わせに行って、なんでかって言ったらこういうことだよとかっていうのを全部書いていって指示書にしているので、それは重要かなと思いますので、ぜひ皆さんもエンディングノートについてこの機会に考えてみてください。ということで今日はここまでです。今日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。